月の噴火口。偵察ロケットは3台も発射された。それは小型のロケットで砲弾のような形をしていた。あと12時間すると月の上空へ達するそうである。この光景はテレビジョンに収められ地球へ向けて放送された。月世界ってそんな危険なところですか？大地震でもあるのですか？小吉は過去技師のそばからまだ離れない。もう地震はないね。月世界はすっかり冷え切って死んでしまった幽霊だから。じゃあ強盗でも現れるのですか？まさか強盗は出ないよ。いやしかし強盗よりももっとすごいやつが現れる心配がある。何ですかそのすごいやつというのは？それはね、我々地球人類でない他の生物が月世界をやってくるという噂があるんだ。この前にもある探検隊員はそれらしい怪しいものの影を見てびっくりして逃げて帰ったという話である。またある探検隊員は月世界で行方不明になったが、最後に彼がいた地点では格闘した跡が残っている。またそこに落ちていたものが我々人類の作ったものではないと思われる。そういうことから他の有生の生物がかなり前から月世界へ来ているのではないか。それならこれから月世界へ行くにはよほど警戒しなくてはならないということになったんだ。過去技師の話は小吉を驚かせた。この宇宙は地球人類だけが一人威張っていられる世界だと思っていたのに、それが今は夢として破れ去り、本当は他の星の生物たちと一緒に住んでいる雑居世界だということが分かりかけた。これは油断がならない。また考え直さなければならない。もしや宇宙戦争が始まるようになっては大変である。小吉はそんなことを考えているとなんとなく気分が優れなくなった。過去技師はすぐそれを見て取った。小吉くん、嫌に塞ぎ込んでしまったじゃないか。とにかく人間はどんな時にも元気をなくしてしまってはおしまいだよ。そうそう、今映画室でポパイだのミッキーマウスの古い漫画映画を映しているそうだから、行って見てきたまえ。そして早くニコニコショーちゃんに戻りなさい。過去技師に言われて小吉はその言葉に従った。映画は面白くてお腹を抱えて笑った。すぐそばに小吉よりももっと大きな声で笑い続ける者がいた。よく見ると料理番の金ちゃんであった。映画が済むと金ちゃんが室内競技場へ行こうと誘ってくれた。小吉は一緒に行った。そこには非番の店員たちが声を上げて遊んでいた。小吉たちもその仲間に入ってバスケットボールをしたりビール瓶倒しをやったりした。そして時間の経つのがわからなくなった。過去技師がいつの間にか小吉の後ろに来ていて声をかけた。例の偵察ロケットがね、さっきから月世界の表面に接触したよ。あのロケットが送って起こすテレビジョンが今操縦室の映写幕に映っているから見に来ない？え、もう見えてますか？行きますとも。過去技師について操縦室へ入っていくと、そこには本艇の主だった人々がみんな集まっていた。そして副操縦席の後ろの椅子に腰を下ろして掲記板の上に張り出した映写幕に映るテレビジョンを見ながら意見を交換していた。映写幕の上には大きな丸い缶がいくつも映って、それが緩やかに下から上へ動いていく。今見えているのは知ってるね。月の表面にある噴火口と言われるものさ。ああ、本で見たことがあります。小吉は過去技師にもたれながら答えた。噴火口の周りの壁は随分高くそびえている。そして右側に黒々とした影を引いている。映写幕の左上の隅のところにあるのがアポロニウスという噴火口だ。その下の方、つまり北のことだが、避難の海という名のついた海の跡さ。ほら、だんだん大きな噴火口が下の方から現れてくる。大きな噴火口が現れては消える。画面が急に変わった。映写幕の右の方に
月の面が大きく弧線を描いて映った。ここにはまたもっと大きい噴火口が集まっている。さっきのと違う別の偵察ロケットのテレビジョンに切り替えられたんだ。今映っているのは月の南東部だ。真ん中辺に見える細長い噴火口がシッカルトだ。直径が250キロもある。壁の一番高いところは2700メートル。大きいだろう。すごいですね。白く光る月面を見ているとなんだか体が細かく震えてくるようだ。そのずっと左の方に有名なティヒ予算が見える。高さは5700メートル。四方八方へ気丈というものが走っているのが見える。僕たちはどこへ着陸するのですか。予定では雲の海のあたりだ。そうだ、雲の海は今画面の真ん中あたりの下の方にある。つまりティヒオ山から北東の方向へ行ったところにある。すごいですね。怖くなりゃしない。怖ければ上陸しないで本艇に残っていていいんだよ。いいえ、僕は断然上陸します。でないと月世界まで来た意味がありませんもの。ついに着陸。偵察ロケットはだんだん高度を低くし月面に近づいていった。そして丁寧に幾度も幾度も同じ地域の上空を飛んだ。大丈夫のようです。別に変わったものも見かけませんから。そう言って艇長の方を向いたのは観測団長の菅野博士だった。うん、まず大丈夫らしいね。では着陸の用意をさせよう。艇長はマイクを手に取り上げてその用意方を前艇へ伝えた。さあ忙しくなったぞと菅野博士は小吉にしばらくの別れを告げて操縦室から去った。着陸の用意は24時間かかった。今は過去技師も晴れ晴れとした顔つきになって喫煙室へ来てタバコをうまそうに吸いながら誰彼と話し合っている。今度は装甲車を5台出動させることができる。だから上陸班は十分に活動ができると思う。装甲車というとどんなものですか？一種の自動車さ。そしてガソリンでなく原子力エンジンで動く。それから外側が厚さ10センチの鋼板で全部包んである。じゃあ戦車ですね。戦車は砲を積んでいる。これは砲は積んでいないから戦車ではない。やっぱり装甲車だ。なぜこんな乗り物を使うんですか？敵がいるわけでもないのでしょう。なぜそんな厚い装甲がいるんですか？それはね、第一に隕石を防ぐためにこれくらいの厚い装甲が必要なんだ。隕石というと流れ星のことでしょう。あんなものは怖くないではありませんか。地上に落ちてくるのはほとんどないんですから。いや、ところがそうではない。地球の場合だと空気の層があるから、隕石はそこを通り抜けるときに空気とすれ合ってひどく高温度になり、多くは地上につかないうちに火となって燃えてしまう。しかし月世界には空気がないから隕石は燃えない。そのまま月の上へ落ちてくる。君たちの頭の上へこれが落ちてきたら頭が割れて即死だ。だからそんなことのないように装甲車に乗って上陸するんだ。わかったかね。なるほど、隕石に気をつけないと。危ないですね。すると私たちは月世界の上をこの2本の足で歩かないのですか。歩くこともできる。だって隕石が上から飛んできて大切な頭がぐしゃりとやられたんでは。一人で歩く場合には鋼鉄の兜をかぶって歩く。中くらいの隕石では当たってもこの兜で防ぐことができる。ああ、そんなものも用意してあるんですね。そうだ。それに本艇には隕石を警戒している隕石探知機というものがあって、隕石が降ってくると1000キロメートルの彼方で早くもそれを感知して電波で警報を発する。この警報は兜をかぶって歩いている連中にも受信できるようになっている。だからこの警報を聞いたら大急ぎで反対の側の山陰や地壁に隠れるとか、または本艇へ駆け戻ってくれば一層安全だ。
だから君たち心配はいらないんだよ。過去技師の話は初めて月世界へ行く連中を安心させるいい話だった。だが月世界と地球とはいろいろなところにおいて様子が大変変わっているので、まだまだ面食らうことがたくさんあるはずであった。やがていよいよ月世界に着陸する時間が来た。帝は今向きを変え、月面と平行に飛んでいる。雲の海付近にかなり広い砂漠帯があって、そこが着陸に便利だと知れていた。その着陸コースに3度目に入った時に、帝は全部からガスの逆噴射を開始し、だんだん速度を緩めるとともに浮力をつけた。そこらは操縦のお手際だった。そしてついに見事に雲の海に着陸した。もし下手な着陸をやれば月面に衝突して、たちまち帝は一個の火の塊となって、全員もろとも消えてなくなるであろう。よかった、おめでとう。帝長、おめでとう。帝内には喜びの言葉が飛んだ。小吉はさっきから窓に寄って、初めて見る月世界の景色に魂を奪われている。ああ、ずいぶんすごいところだな。高い山、暗い影、木も草もない。これが本当の死の世界だ。空は真っ暗だ。あそこに輝いているのは太陽らしい。ここは雲の海だというが、水一滴ない。こんなところに1週間も暮らしたら気が変になって死にたくなるだろうな。だが小吉はやがてこの死の国のような月世界で不思議なものに巡り合い、一大事件の中に巻き込まれるなどとは夢にも思っていなかった。空気服、全員空気服をつけよう。帝長からの命令が各部屋へ伝わった。さあ、空気服だ。カブトムシの化け物になるんだ。厄介だな。厄介だって？でも空気に逃げられちまって死ぬよりはマシだろう。もちろん死ぬよりはマシさ。だが空気服は窮屈だから僕は嫌いさ。空気服というのは体のすっぽり入る潜水服みたいなもので、頭に潜水兜に似た兜をかぶる。しかし空気服についている兜は前半分ほど透明だ。空気服の中には地球の上と同じほどの濃さの空気が入っている。そして絶えず空気をきれいにし、不足の酸素を補給する。空気服は特製の人造ゴムまたは蛍光金属板でできていて、下界と服の中とは完全に気密、つまり空気が逃げる穴や隙間がない。それからこの空気服はかなりの圧力に耐えるようにしっかりした材料で作られている。空気服の特徴はもっとある。月世界は非常に寒い。そこで空気服の中はいつも摂氏18度に温められてある。まだ仕掛けがある。空気のない月世界などでは音を出すことができない。音は空気の波であるから、空気がなければ音は出ないわけだ。そうすると人と人とは声で話をすることができない。しかしお互いに思うことを相手に通ずることができないと困る。そこで空気服の付属品として無線電話機が取り付けてある。詳しく言うと局長短波を使う無線電話機で、耳のところに小型の構成機があり、喉の両脇にマイクロフォンが当たっていて、空気服を着ている人は空気服の中で普通に喋れば、それがマイクロフォンと機械を通じて電波となり、他の人々の機械に感じ、耳のそばの構成機から言葉として聞こえるのであった。空気服にはこの他に簡単な食事をとり、また水や牛乳やレモン水などを飲む仕掛けが兜の内側に取り付けてあり、その他いろいろ面白い仕掛けもあるが、詳しく話しているとキリがないからこの辺にしておこう。そういう便利で重宝な空気服を乗組員の全部がつけろという命令である。これは着陸の時万一艇が破損して艇内の空気が外に漏れてしまうようなことがあっても、この空気服を着ていれば平気でいられる。そればかりか
空気服をつけているものは破損の箇所を応急修理するために活動ができる。だから空気服を全員につけさせるのだ。点検が行われた。空気服のつけ方が正しいか悪いかを調べるのだ。もし悪いものがあるとすぐつけ直す。そうしておいてやらないと万一の時空気服が役に立たない。艇長マルモケンは優れた宇宙探検家であるからしてこういう大事なことに深い注意を払うのだった。空気服点検も終わった。全員異常がない。着陸用意、全員部署につけ。ロケットはだんだん高度を下げていった。一旦艇内に畳み込んであった翼を出し、これにも噴射ガスが月の面に当たって反射してくるのを当て、一種の浮力として働かせる。その他にもガスを月の表の前後に叩きつけて、スピードの変わるのを人体にちょうどいい程度に調節する。それでもかなりのスピードが出ていた。雲の海というところはやや黒ずんだ砂漠であるが、それが艇の下を洪水のように流れていく。が、ついに艇は月の面に触れた。途端にガスの放出は止められ、艇は滑走で前進する。艇の通り過ぎる後ろには、もうもうと砂煙が上がって、まるで艇が火災を起こしたようだ。やがて艇は止まった。その下三分の一が、雲の海の砂にうずもれた状態で停止した。やれやれ、無事着陸したぞ。え、無事着陸しましたか。月世界へ着いたんですね。もちろんのことさ、他のどこへ着陸するものかね。ああ、嬉しい。早速地球に残してきた家族へ電話をかけたいものだ。それは間もなく許されるだろう。その前に本艇が着陸した目的の仕事を片付けてしまわねばならない。その目的というのは何ですね。今にわかるよ、見ておいで。高級艇員と今度初めて月世界旅行についてきた若い艇員との間にこんな話が取り交わされている。小吉少年の姿が見えない。いやいや、装甲車が用意されているそばに彼は立っていた。勝手が違う話。さあ乗った。そう言ったのは菅野博士だった。観測班長だ。博士も小吉もさっきまで着ていた空気服を脱いでいた。装甲車に乗る者はそれを着ないでいいのだ。もちろん用心のために持っているが、それは装甲車の中が機密になっているからである。装甲車はみんなで10台あった。1台を残して9台が出かけるように命令されている。小吉少年が乗り込んだ装甲車は1号車であった。いよいよ出かける時になって隊長マルモケン氏が乗り込んだ。この1号車長は菅野博士だった。出発。号令とともに空気服を着ている店員が30度の一つを電気の力で開けた。空気が漏れないように戸の合わせ目が複雑な構造になっていた。1号車は中へ進む。すると次の戸があった。1の戸が閉まる。2の戸が開く。1号車はまたその中へ入る。すると3の戸に突き当たりそうになった。その3の戸も開かれた。その外は眩しい月世界の風景があった。1号車は音もなく外へゆらゆらと出ていく。その後に3の戸が閉まった。一つの装甲車が外に出るまでにこのようなことが数回繰り返される。どうだね小吉くん、月の世界はあまり気持ちのいいところじゃなかろう。菅野博士は小吉に言った。小吉は小窓から外を熱心に眺めていたが、墓場に日が当たっているような風景ですね、と言った。あははは、面白いことを言う。とにかく月世界には空気が全くないから、霞むということがない。近くの景色も遠方の景色も、どっちも同じにはっきり見えるんだ。だから景色に柔らかみというものがない。春雨に霞むとか、朝霧の中から船が出てくる、などという風景は、この世界には見えない。なるほど、博士の言う通りだ。先生、今は何ですか？夜なんですか？
君はどっちだと思う？それが今わからなくなったんです。山脈がまぶしく輝いていますね。空は真っ暗です。地球の満月の夜の景色に似ているけれど、空気のないところではどこでも空は真っ暗なんでしょう。すると、あのまぶしく光る山脈は太陽の光で照らされているのか、それとも月の光で照らされているのか、どっちだかわからない。待ちたまえ、小吉くん。月の光で照らされているというのは変だろう。だってここは月の上なんだからね。ああ、そうか。これはしくじった。と小吉は声を立てて笑った。月の光じゃなくて地球の光というのが正しいですね。つまり我々が今いる月は太陽か地球かに照らされているんでしょう。その通りだ。そこでさっきのだが、今は昼なんだ。だから山脈をまぶしくしているのは太陽なんだ。え、やっぱりこれが月世界の昼間なんですか？へんてこですね。小吉にはいろいろと珍しく感じることばかりだった。これは後の出来事であるが、小吉は太陽がさっぱり西の山へ沈まないので、不思議に思って菅野博士に聞いた。すると博士は笑って、24時間待っても太陽は西の山へは沈まないよ。月世界では2週間ぶっ続けに昼間なんだ。そして次の2週間が夜なんだ。夜は怖いぞ。ものすごくて寂しいよ。と説明して聞かせた。とにかく勝手が違うことばかりだ。もう一つ小吉が面食らった話をしよう。それは地球を見たのだ。地球は地球で見る満月の10倍以上も大きい明るい球に見えたが、満月と同じ形ではなく、片割れ月ぐらいのところだった。つまり一部分が月のために影になっているのだ。その地球がさっぱり動かないのであった。同じ方向の同じ高さの中点に輝いていて、そこにいつまでもじっとしているのである。地球から見た月はよく動くから、月から見た地球もさぞ走るだろうと思ったが、そうでないのだ。ただ満月、いや満地になったり、三日月ではない三日地になったり、日に日に影の大きさが違っていくだけだった。どうも気が変になりそうだ。しょうがない。小吉はそう言って頭を抱えることが初めのうちはよくあった。料理番の金ちゃんと来たら、その理屈がさっぱり飲み込めないので小吉ほどに驚いていなかったようである。こんな話は後の話だ。さて9台の装甲車はみんなロケットの外に出た。無電の命令が伝えられる。1号車を先頭にして9台の装甲車は月の上を走り出した。どこへ行くのであろうか。それはともかく、こうして走っていると地球のどこか砂漠を、夜走っているのと大して気分が違わない。意外な発見。2時間ばかり走って装甲車は止まった。前にひどく高い山が見える。山頂がキラキラと輝いている。どうするんですか？降りるんでしょうね。小吉が菅野博士に聞いた。同じ車に乗っている他の人たちの中には空気服を着始めたものもあるから、小吉は母と察したのである。降りることは降りるが、その前に隕石が飛んでいないかどうかをレーダーで調べておく必要がある。今あそこでやっているのがそうだ。なるほど。通信員がレーダーの電波の反射を見ている。あ、一つ来ますよ。すぐ近くまで落ちてきています。とその通信員が言った。その言葉が終わるか終わらないうちに、小吉は思いがけないものを見た。目の前の山の頂が突然パッと赤く光ったのである。あ、隕石が山にぶつかった。菅野博士の声。小吉は息を呑んだ。隕石のぶつかった山頭から雪崩のように隕石が崩れ落ちるのが見えた。どれが隕石やら、月山のかけらやら、見分けがつかない。まあよかった。ここへ落ちてこなくてよかった。菅野博士は吐息をした。通信員がレーダー観測の結果を知らせてきた。隕石はもう見当たりません。もう大丈夫だ。
菅野博士は丸茂隊長にそれを報告した。作業班出発用意。作業班の人々は急いで空気服をつける。菅野博士も丸茂隊長も空気服をつけた。小吉少年もつけた。金ちゃんが小吉のそばへ来て笑う。人間がイカに化けたようだな。巨大な大イカだ。月の怪物があんたを見つけたら、これはごちそうさまと言って手足をむしってパクパク食べてしまうぜ。怖い。小吉は憤慨して両手を金ちゃんの胴中へ回してぎゅっと締め付けた。あいたたたた。金ちゃんは大げさに顔をしかめて悲鳴を上げた。悪口を言うとお土産を持って帰ってやらないよ。え、お土産？ああそうか。坊やいい子だからお土産うんと持ってきてくんなよ。うさぎの子でもいいし、うさぎがついた餅でもいいからね。月の中にうさぎが住んでいると思っている金ちゃんだった。装甲車の戸が開いた。丸茂隊長と菅野博士の後について小吉は外に出た。初めて月の表面に足を下ろして歩くのであった。変な気持ちだった。体が嫌に軽く、今にもふわっと浮き上がりそうであった。そうでもあろう、ここでは重力が地球の場合の6分の1なのだ。物の重さが6分の1に減ったように感じるのだ。徒歩の一行は10名ぐらいだった。その後へ6台の装甲車がついてくる。あと3台はさっきのところに待っている。その中に小吉の乗っていた1号車もあった。一行は山の裾を左の方へぐるっと回っていった。よく見ると道がついていた。硬い岩が削られて道跡になっている。その上に黒ずんだ3センチほどの厚さで溜まっている。もちろん草も生えていなければ虫が鳴いているわけでもない。自分の足音さえ聞こえないのだ。ぐるっと山のふもとを回り込むと、目の前に洞門が現れた。ああ、あんなものがある。小吉はびっくりした。洞門の中から頑丈な鉄の扉も見える。月の世界にそんな建造物があろうとは思わなかった。そばへ近づくと、ますます驚きは大きくなった。鉄の扉には日本文字が薄彫りで並んでいた。新日本探検隊月世界倉庫第9号。こんなところに探検隊の倉庫があったのか。一体中には何が入っているのであろうか。おや、これはおかしいぞ。門の扉が壊れている。どうしたんだろう。菅野博士の声が電波に乗って小吉の受話器にも響いた。なるほど、扉の下が大きくひん曲げられて、犬くぐりよりもやや大きい三角形の穴が開いている。一同はそばへ走り寄ったが、また続いて菅野博士の声。おや、扉の中に白骨死体がある。誰だろう、こんなところで死んでいる人間は。消え失せた燃料。謎の人骨はそのままにしておいて、急ぐ方の仕事に取り掛かった。鉄扉へ装甲車の中にある発電機から電気が通じられると、洞門の扉はギーギーと上へ巻き取られて入り口は開いた。4台の装甲車はその中へ入っていった。過去技師が若い技術員を指図して発電室で電気を起こさせた。まもなく内部には明るく電灯がついた。そして凍結利用の倉庫がどんなものかはっきり見えた。小吉少年はさっきから空気服に身を固め、過去技師の後ろについてあっちへ行ったりこっちへ来たりしていたが、電灯がパッとついた時に、おおと驚きの声を上げた。実に大仕掛けの倉庫であった。まるで地底の大工場へ行ったような気がする。各種のエンジンの予備品が数も知れないほどたくさんずらりと並んでいた。その部品も番号札をつけて棚という棚をうずめ尽くしている。ねえ、加古さん、なぜこんなにたくさんの機械類を蓄えておくのですか？小吉少年は尋ねた。もちろん電波を使っての会話だ。それはね、宇宙探検の途中でロケットが壊れることがよくある。その時地球まで引っ返すことができない場合もある。だから月の世界に修理材料や
取り替え用のエンジンなどを蓄えておけば、地球までは戻れない故障ロケットも月世界に不時着して故障を直すことができる。それで我らの探検隊はここに倉庫を置いてあるのだ。ここだけじゃない。月世界にはみんなで15箇所に倉庫を持っている。過去義士はそう言って小吉に説明をした。なるほど、もっともなことだ。火星へ行きまた金星へ飛ぶような時、この世界の月倉庫は大変重大な役割をするわけである。これほどの行き届いた注意と用意がなければ、宇宙探検などという倉庫は成功しないのだ。何でもいいからロケットは宇宙探検に成功するというわけではないのだ。すると我がマルモ探検隊の乗っているロケットも、ここで故障が起こったんですか？いや、故障ではない。我々の場合は燃料の一種とするための鉱物をこの倉庫に置いてあるので、それを取りに来たのだ。やっぱりウラニウムみたいなもんですか？まあそうだね。地球を出るときに積んでいけばよかったのに、どうしてそうしないのですか？地球にはそのルナビウムという貴重な鉱物が少ないのだ。この月の中にはかなりうずもれていると思われる。ルナビウムと、過去義士は小吉のまだ耳にしたことのない鉱物の名を言った。ルナビウムについて小吉はもっと話を聞きたいと思ったが、そこへ4台の装甲車がしずしずと入ってきて、過去義士が大変忙しくなったので、もう話しかけられなくなった。過去義士は次の部屋へ通ずる厳重な扉を一つ一つ開いていった。倉庫は奥の方までかなりたくさんの部屋がつながっているようであった。掘り出したルナビウムを貯蔵してある部屋は一番奥の部屋であった。その部屋へ通ずる扉を過去義士が開いて中を覗き込んだとき、彼は電気にかかったように体を震わせた。おや、これは変だぞ。彼が驚いて棒立ちになっているところへ、隊長のマルモ剣や菅野博士などが入ってきた。ほう、これはどうしたのかな。ルナビウムがないじゃありませんか。この前あれだけ集めてこの部屋に入れておいたのに。隊長と菅野博士もびっくり仰天した。過去義士はそのことを誰より先に気がついて棒立ちになっていたわけだ。これは一体どうしたというのでしょう。困ったね。ルナビウムがないと探検をこれから先へ進めることができない。誰が盗んでいったのでしょう。この部屋から盗むことはまず不可能なんですかね。そうかもしれんが、山ほど積んであったルナビウムが見えないんだから盗まれたに違いなかろう。これはどうも油断がなりませんよ。さっきの人骨のことといい、洞内の扉がひん曲がっていたことといい、今またこの部屋からルナビウムが盗まれていることといい、これは確かにみんな関係のあることなんですよ。菅野博士は探偵のようなことを口走った。その後ろについてこの場の様子を見入っていた小吉にも、これは重大事件であることがよくわかった。月世界にもやっぱり泥棒や強盗がいるのかな。小吉はそう思ってため息をついたが、その泥棒や強盗よりももっとすごいものがこの月世界にいてこの場を荒らしたことを知ったら、そんな軽いため息だけでは済むまい。鉱脈へ前進。さあ、ルナビウムが盗まれた今どうしたら一番いいであろうか。そのことについて隊長は幹部の人たちを集めてその場で協議した。大変な仕事になりますが、ルナビウムの鉱脈のあるところへ行ってもう一遍掘るんですな。何しろルナビウムがなくてはどうすることもできませんよ。その仕事はなかなか困難だ。それに日数が相当かかるかもしれん。あまり日数がかかることは困る。今度の探検は残念だけれど一時中止として地球へ引っ返すことにしたらどうでしょう。隊長はこの2つの案を聞いてどっちも正しいと思った。どっちになるかそれを決定することは難しい。待ってください、と菅野博士が言った。私はそれを決める前にこの事件の真相を調べるのがいいと思いますね。誰がそれをしたか、何のためにしたか、そして倉庫から盗まれたルナビウムは今どこにあるか、
そういう事柄が分かったら、我々が今の場合どうすればいいかということが自然に分かるでしょう。なるほど、もっともなことだ。しかし菅野君、事件を調べるのにどのくらいの日数がいるだろうか。それが問題だ。それはやってみなければ分かりませんが、私にこれから4時間を与えてください。できるだけのことを探ってみます。装甲車を1台と 4,5 人を私に貸しておいてください。そしてその間に他の装甲車でもってルナビウムを掘りに行ってください。私は4時間後にそこへ追いつきますから。菅野博士はつつましくそう言った。しかし博士は自信を持っているらしかった。ではそうしよう。人選をしたまえ菅野君。隊長が許した。僕をその一人に採用してここへ残していってください。正吉は真っ先に名乗りを上げた。なんだ、少年がここに残りたいのか。よろしい、正吉君は因数外だ。希望なら残ってよろしい。マルモ隊長は笑いながら正吉の希望を入れた。菅野博士はそこで5人の人選をした。過去技師のほかは大した腕のある者はいなかった。それが決まって隊長以下は3台の装甲車に乗り、急いでこの倉庫第9号から出て行った。あとは菅野博士ほか6名が残った。我々は一時探偵になったわけです。しっかり頭を働かせて謎を早く解いてください。まず人骨の方から調べにかかりましょう。博士は倉庫の入り口の方へ歩き出した。6名の者はその後に従った。人骨はさっきの通り洞門のそばに横たわっていた。風化してバラバラになっていた。しかし骨片の位置とその数からして一人の人間の骨であることが誰にもよくわかった。ねえ諸君、こういうことをおかしいと思いませんか、と菅野博士が推理の糸口をほどき始めた。この人骨は空気服も何にも着ていないです。すると行き倒れになった他の探検隊員だとは考えられないです。もしそうなら空気服ぐらいはちゃんと体につけているはずですからね。なるほど、他の隊員も相槌を打った。するとこの人骨の主は自分でこの洞門の扉を破り中へ入ってこの位置で絶命したとは思われません。つまり何者かがこの人骨の主の死体をこの中へ投げ込んでいったとしか考えられないのです。そうは思いませんか。いや、それに違いないと思います。博士の推理はなかなか鋭いですね。すると何者がこんなことをしたか、扉をあのように曲げることも普通の人力ではできません。博士が言葉を止めた。誰も意見を言うものがない。僕たち探検隊員を脅かすためにこんなことをしたのではないでしょうか。正吉少年が言った。そんな気がしたからである。脅かしのために。博士も他の隊員も正吉の言葉にビクッとしたようである。そうかもしれない。月世界にはいろいろ尊いものがある。我らマルモ探検隊だけに独占させてはならないと思って我々を競争相手と考えている者もいるでしょう。その連中が我々に対して警告を試みたのかな。それにしても人骨を放り込んでいくとは何という野蛮なやり方だろう。博士はそう言って眉を潜めた。かすかな人命。正吉は人骨にも慣れこわごわながらそばへ寄って人骨を眺めた。おや、ハンカチを持っているぞ。この人骨は骨は白くハンカチーフも白いので今まで気がつかなかったが、バラバラの人骨の下に一枚のハンカチーフが落ちていたのだ。この正吉の発見に菅野博士たちも驚いてそばに寄った。そして博士は骨を横にのけてハンカチーフを拾い上げた。そして広げたり裏返したりしていたが、あ、ハンカチーフには名前が書いてある。墨の跡が薄くなっているが確かにこれは名前だ、と驚いた様子。何という名前ですか。待ちたまえ、毛利熊彦と書いてあるらしい。え、毛利熊彦ですって。ちょっとそのハンカチーフを見せてください。そう言ったのは正吉少年だった。さあよくご覧なさい。
小吉はハンカチーフを見て顔色を変えた。あ、これは僕のおじさんのハンカチーフです。モーリー熊彦と言って、理学博士なんです。ああ、あのモーリー博士、私も知っていますよ、と菅野博士が言った。しかし博士は14、5年前にどうしてわけか行方不明になったままで、その後消息を聞いたことはなかった。するともしや、博士の声がかすれた。するとこの人骨はおじさんの骨なんでしょうか。おじさんは確か探検に出かけたまま帰らないと言っていましたが、この月世界へ来ていたんですね。しかしおじさんは何という情けない姿になったものでしょう。おじさん、おじさん。小吉は人骨のそばにひざまずいて涙をポロポロ流した。これには他の人たちも厳粛な気持ちに襲われてもらい泣きをした。その中で菅野博士は散らばった人骨を寄せ集め、頭蓋骨の骨片をハンカチーフの上に乗せていたが、その手を止めて急に目を輝かした。ちょっとこれはおかしいぞ。何がおかしいのですか？この人骨はね、君のおじさんの毛利博士ではないよ。安心したまえ。え？どうしてそんなことがわかるんですか？小吉は不思議に思って聞き返した。ちゃんとわかるんだ。この人骨は現代の日本人の骨ではない。ずっと古い昔の人骨だ。それも100年前ではない。少なくとも5万年ぐらい前の人骨だ。骨の形でそう判定ができるんだ。5万年前の人骨、どうだね。君のおじさんの毛利博士の骨でないことは証明されたろ。はは、そうですか。小吉をはじめ聞いていた他の隊員もほっと安心のため息をついた。するとおじさんはまだ生きているのかな。おじさんのハンカチーフは月世界に落ちているとすれば、どこかこの近所におじさんがいるかもしれない。小吉は新しい希望をつかんだような気がした。しかしそれは同時に新しい心配の種でもあった。菅野博士は他のことを考えていた。謎の人物はなぜ5万年も前の古い人骨を持ってきて洞門の中に投げ込んでいたのだろうか。それはどういう考えなんだろう。謎はその他にもあった。5万年前の人骨がどうして手に入ったのであろうか。それからそれへと考えていくと、不気味な思いに背中がぞーっと寒くなってくる。菅野博士は人骨問題はそれぐらいにして、ルナビウムを入れてあった倉庫をもう一度よく調べて、どこかに異常でもあるのではないか、それを発見したく思い、隊員たちに奥に行くことを命じた。がその時であった。突然外に待たせてあった装甲車が発した警報が菅野博士たちのところへ届いた。何の警報と鈍かう折しも、警報信号が消えて電波に乗った運転手の声が響いた。大変です。マルモ隊長など9台の装甲車がトロイ谷のところで怪物の一団に取り囲まれてしまって危険に陥っているとの無電が入りました。すぐこの装甲車へ帰ってきてください。運転手の声は不安に震えていた。まさに一大事だ。ぐずぐずしてはいられない。菅野博士は一同を率いて洞門の外へ飛び出した。外は真っ暗だった。黒い漆で塗りつぶしたような暗黒の世界だ。急に夜の扉が降りたものらしい。さて探検隊の前途には何があるのか。その恐ろしき怪物の一団とは何者の群れであろうか。トロイダニ。話は少し前に戻る。トロイダニへ向かったのはマルモ探検隊長の率いる25名の隊員で、9台の装甲車に乗っていた。険しい岩山を幾度か上がったり降りたりして、隊員の幹部には馴染みの深いトロイダニへ着いた。一同はしっかりと空気服を締め直し地上へ降りた。車の中からは採掘具が取り出され、めいめいの手に一つずつ渡った。これは圧搾空気ハンマーに似た形をしていたが、原子力で動くものであるから長い耐圧管もなければボンベもなく、構造はずっと簡単になっていた。全く原子力時代になったゆえに、
交通機関ばかりでなく、土木も建築も製造工業も大変楽になってしまい、昔の人に聞かせたら、それはデタラメの夢だと言って信じないであろうことが、今はごく簡単にやり遂げることができるのだ。一同は早い時間のうちに必要なだけのルナビウムを掘り出す必要があったから、マルモ隊長までがその原子力ハンマーを操ってルナビウムを掘りにかかった。幸いにこの前掘った球根がそのまま残っていて、ルナビウム鉱は青白く光っていたので、すぐに仕事に取り掛かれた。全員は夢中になって働いた。それが良くなかった。こういう場合、やっぱり監視員を立たせておくのが良かったのだ。全員が掘っているため、彼らは自分たちの様子をうかがっている異様ないでたちの一団がそば近くにいることに気がつかなかった。その異様ないでたちの一団は、トロイ谷を見下ろす峰々からそっとマルモ隊を見守っていた。彼らは全身を甲冑のようなもので包んでいた。頭や両手、両足のあるところはマルモ隊の人々と同じであったが、しかしそれはマルモ隊員がつけている空気服みたいにすんなりしたものではなく、藁人形の体に鉄板を打ちつけたような感じのするものだった。そしてその鉄板は横へ長いものが重なり合っていると見え、カブトムシの体のようであった。その頭部はシイの実のように大部分は円筒形であるが、上はシイの実のように尖っていた。そして真ん中あたりに目の穴ではないかと思われるものが2つあった。それが目だとすると、狐の目のように吊り上がっていると言わなくてはならない。そういう異様ないでたちの一団が、みんなでかれこれ40〜50名も、峰々から下を伺っているのであった。太陽の光が彼らの頭や体の側面をくっきりと照らし出していた。突然あたりが暗くなった。太陽が没したのである。そして夜が来たのだ。月世界においては空気がないために、地球上の日暮れのようにじわじわ暗くなるようなことはなく、いきなり暗くなる。黄昏の薄明かりなどというものはなく、いきなり闇が訪れるのだ。日の暮れるのを異様な一団は待っていたようである。暮れると同時に異人の中から一人が立ち上がったと、彼の体がホタルイカのように光った。全身に光の点々があちらこちらに現れ、それが明滅すると、そのそばにいた他の偉人がまたすっと立ち上がって、全身をホタルイカのように光らせる。まもなく異様な一団の全部がみんな自分の体を気味悪く後半で明滅させるようになった。すると最初に体を光らせたものが急に光の明滅を止めた。その代わりに彼の首の下のところに光の輪ができた。それはもう明滅しない。彼は峰を越してそろそろと降り始めた。他の偉人たちもいつしか同じように首の下だけに光の輪をこしらえ、頭目らしいものの後について斜面を下っていった。彼らの動作はいかつい体の割に身軽に見えた。一方、マルモ探検隊の方は急に日が暮れたものだから、一同はそれぞれ空気兜の額のところにつけてある電灯をつけた。これがつくと、すぐ正面にあるものには光が当たって明るく見える。それから9台の装甲車のヘッドライトを全部つけて、ルナビウムの夜天堀の航空を照らさせた。そして仕事を進めたのであった。そこへ突然、ドドドドッとすごい地響きをさせて現れた偉人の群れだ。口も聞かずに探検隊員めがけて組みついた。あ、何者だ。何をする。あ、隊長、怪しいやつです。乱暴するな。仕方がない。隊員はこっちへ固まれ。そして乱暴する相手に反抗しろ。マルモ隊長はついに総統を命令した。この乱暴なる偉人の一団は何者であろうか。大暗闘。何しろその偉人たちはなかなか力があって、マルモ探検隊員は圧迫されがちであった。その上に人数も相手の方が倍ぐらい多いのである。形勢は良くない。隊員たちは武器を持っていないわけではなかった。
だが、マルモ隊長はそれを使うことを命じなかった。隊長としてはできるだけ平和的手段でもってことを片付けたかったからである。だが、困ったことに相手とは言葉が通じない。電波を出して、もしもし君たち、乱暴はよしたまえ、話があるなら聞きますよ、と呼びかけても相手はさっぱり感じないのであった。その上、相手は力がある。マルモ隊長は隊員を一つところに集めてエンジンを作り、周りから踊りかかってくる相手めがけて、その辺に転がっている大きな岩石を投げつけさせた。そうして相手を近づけないようにするためだった。月世界の上では、同じ大きさに見える岩石でも、地球の上で感じる重さの6分の1にしか感じない。だから大きな岩石を隊員は軽々と持ち上げて遠くまで投げ飛ばすことができた。ところが偉人たちはそれには並行せず、遠巻きにして目を光らせ、隙を見ては飛び込んできた。岩石を投げつけられても怪我をして血を出すようでもなかった。ははあ、こっちが疲れるのを待っているんだな。マルモ隊長はそう気がついてドキンとした。何しろ相手はますます活発に暴れてみせるのだった。そのうちに相手の一部が場所を変えて装甲車の方へ近づいていった。あ、装甲車を奪われては大変。マルモ隊長は驚いて隊員の半分を割いて装甲車の方へ急行させた。その人たちは装甲車の中に入ってそれを運転して走り出した。すると偉人たちはそれを追いかけた。平地なら装甲車はどんどん走れるが、ここはトロイダニである。道はデコボコしている上、どっちへ走ってもすぐ崖に突き当たりそうになる。そうなるとスピードが出せない。いつの間にか装甲車の上に偉人たちが3、4人ずつ乗って、天井を壊そうと大きな拳を振り上げてガンガンと叩く。そこを叩き割られては大変だ。上に乗っている偉人たちを銃で持って撃ち落としたいと思ったが、上に乗っているのでは撃ちようがない。おまけに夜の闇は深くて、相手の姿をしかと見つけるのも容易なことではなかった。これは手遅れとなったかな。もっと早く武器を取って相手を追っ払うのがよかったかな。隊長もさすがに暗い気持ちになった。確かに手遅れに見える。このままでは一同は偉人軍のために捕虜になるか撃ち殺されるかのどっちかだ。ああ、重大なる危機来たる。その時だった。突然偉人たちが騒ぎ出した。装甲車の上にいた偉人が 4,5 人風にさらわれたように吹き飛ばされたのである。とまた続いて 4,5 人が下にもんどり打って突き落とされた。いや、菅野くんが駆けつけてくれたぞ。菅野くんは機銃で偉人たちを撃っているそうだ。マルモ隊長の受話器にも他の隊員の受話器にも菅野博士の声が入ってきて一同を励ました。菅野博士と小吉少年とその他に3名の隊員が装甲車の上から偉人たちに猛烈な機銃の射撃を送っていた。他の一人の隊員はその装甲車を操縦した。ヘッドライトは消して近づいたので偉人たちは不意を食らった形だった。この機銃は普通のように金属の弾丸を打ち出す機銃ではなかった。これに使っている弾丸は銃口から打ち出されると同時にその弾丸の中で摂氏500度の熱を発生するようになっていた。しかもこの弾丸はこの熱の発生とともに弾丸の外側がぐにゃりとしたゴムのように軟化して当たったものにぺったりと付着するのであった。そうして叩き落とそうとしても離れないのだ。しかし2時間経てば熱も消えポロリと落ちる。これは熱弾というが別にお灸の弾丸とも言われるものであった。相手の生命を取るというほど危険なものでなく、2時間ばかり相手を熱さに悩ませるだけだ。つまりこの弾丸の命中したものは2時間お灸を据えられているようなものなので、従って力なんか出せない。この熱弾の中には2種の薬品が入っていて、発射されると同時にこの2つが作用してあの高熱を発するようになっているのだ。そのような熱弾を食らった偉人たちはびっくり仰天。あ、熱い熱い、わあ熱い、助けてくれ、とでも言うかのように目を白黒、
体を歪めて大地を転がり、どことも知れず闇の中にみんな姿を消してしまった。月人の説。マルモ隊長をはじめ救われた人々は大喜びであった。菅野博士や小吉たちを取り巻いて感謝の言葉を送った。あんな面白いことは今までになかったですよ。あいつらは今もなおお灸を体にくっつけて熱い熱いと悲鳴を上げているんだと思うと、おかしくておかしくて。そう言って笑いこける小吉少年だった。みんなも笑った。熱弾がこんなところで最初の手柄を立てようとは思わなかったね、とこの熱弾機銃の発明者である菅野博士もニヤニヤ笑っていた。さあ急いでここを引き上げよう。ああいう敵があると分かればぐずぐずしていられない。みんな急いで装甲車へ乗れ。そして急ぎ本艇へ帰るのだ。マルモ隊長は引き上げを号令した。掘り出したルナビウムは必要量の3分の1に過ぎなかったが、今はそれで我慢するほかなかった。一同は前の通り装甲車に分乗し、急いでトロイダニを離れた。1号車の中でマルモ隊長を中にして菅野博士などの幹部や小吉が今日突然現れた怪しい相手について意見を述べ合った。地球を食い詰めた強盗団の一味ではないでしょうか。彼らはみんなバカに力が強かったですよ。そして体もずっと大きく見えた。すると何国人のギャングかな。いや、あれは我々の世界の人間ではないと思う。そう言ったのはマルモ隊長だった。地球を食い詰めた強盗団ではないとおっしゃるのですか。うん、早く言えば月人だと思う。つまり月世界に住んでいる人間なんだ。それはおかしいですね。月は死の世界で冷え切っています。そして空気もなければ水もない。それなのに月の世界に住んでいる人間があるんですか。これは小吉の質問だった。すると丸も隊長はにっこりとうなずいて、もっともだ、そういう疑問を持つのは。だがね、この死の世界と見える月にも案外生物が住んでいられるかもしれない。実は今までわしは月世界には生物なしという考えでいたので今日まで問題にしていなかったが、今日ばかりは恐れ入ったよ菅野君。丸も隊長は菅野博士を見て微笑した。菅野博士がどうしたんですか。小吉が尋ねる。月世界に生物が住んでいられるかもしれないというのは実に菅野君の立てた説なんだよ。君話してやりたまえ。はあ、それでは簡単に申しますが、元来月は地球の一部が飛び出してこの月となったのです。おそらく今太平洋があるところあたりから抜け出したのであろうと言われています。断っておきますが、これは私の説ではなく昔から天文学者の研究で唱えられている学説の一つです。小吉は菅野博士のこの奇抜な説に非常な興味を起こして前に体を乗り出した。これから後が私の説なんですが、しからば月が地球を離れるとき動物も植物も一緒に持って行ったに違いない。そして条件さえ良ければ月の上でしばらくはその動物や植物が繁殖し繁茂したに違いない。面白いなあ。そのうちに月世界の上にある大異変が起こってだんだん冷却してきた。そこで動物や植物の多くは死んでいき枯れていった。しかし動物の中で文化の進んでいたもの、つまり人間でしょうね。この人間たちは早くも身を守ることを考え、その仕事に取り掛かった。どうしたかわからないが、その人間たちの子孫は今も月世界の中に住んでいると考えられないこともない。例えば地中深く潜り込んで地熱を利用して生活し、あるいはまた別に熱を起こし、空気を作り、食物を作って相当高級な生活をしているのではあるまいかとも考えられる。でもその頃の人間はあまり文化が進んでいなかったのでしょう。小吉の熱心な質問だ。いや、そうとも言えない。5000年以前における人間の文化のことはほとんど知られていないが、それより以前に住んでいた人類が素晴らしい文化を持っていたことが方々から出る遺跡によってぼつぼつ知られ始めている。そういう古い文化民族は
不思議にもみんな全滅しているのが多いらしい。どういうわけで絶滅したのか、恐ろしい流行病にやられたか、洪水や氷河期のような天災でやられたのか、とにかく何かの恐ろしい事件のために絶滅したらしい。しかも何度もこんなことが別々の時代に繰り返されたらしい。それを思うと、この月世界の人間もかなり高い文化を持っていたのではないかと思われる。だから月人は馬鹿になりませんよ。菅野博士の言葉に小吉は今までにない感動を覚えた。月人はきっと実在するのに違いない。